どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。YouTube の広告がつくようになってから、まあちょっと時間が経ちまして、良くも悪くも、まあ、事件といいますか、まあ、現在チャンネル登録してくださっている方が全部で4000人ぐらいいます。はい、4000人ぐらいいてくれている状態で、さつきをね、その協力してもらって一緒に動画撮って、でそれを上げた結果、想像以上に再生回数は今のところあまり伸びてなくてですね、なので僕のチャンネルに登録してくださってる皆さんは、美女はいいと、可愛い女の子、可愛い女の子とか綺麗な女の人とかは別にいいから、とにかく水泳が上手になるための動画を上げてくれと。まあやっぱりそうですね、まあ僕のこともそうですし、そのうちの会社のみんなのこともそうですし、ね、どんどん知ってもらいたいなっていう気持ちもやっぱりあるんで、まあ、やっぱりたまにはね、たまにはああいうその企画をやっぱりやっていきたいなって思うんで、くだらない企画でも1回ぐらいはね見てもらえると、まあ嬉しいなって思います。はい、でそんなこんなで今日はクロールですね。クロールもちょうどあのリクエストで、呼吸がうまく取れないんですっていう、何リクエストが来てたん でそちらについてのポイントをね、ちょっとまとめました。なので、もう一件平泳ぎについてのリクエストももらってるので、そちらも、まあ、ちょっと間に挟みますけれども、しばらくは呼吸、クロールで呼吸をするために必要なその、練習というか、まあ、レクチャー動画っていうのを、撮っていこうと思ってます。はい、今日はその第1弾になります。それでは早速どうぞ。まず質問に対する答えからしていきたいと思います。呼吸をしようとする際に腕と頭の隙間はぴったりとくっつけた方がいいのですか、という質問を受けましたが、当スクールの見解ではつける必要はございません。理由は、成人の方が手を挙上すると頭と腕の間には、まあ、必ず隙間ができますので、この隙間を無理に埋めようとすると、どうしても不自然な格好になってしまうからです。ローリングの基本的な動画に関しては、まあ、以前挙げたものを見ていただきたいんですけれども、腰からしっかりと体を回すことができていれば、下がっている側の手も自然と下に下がるという感じになります。この姿勢のまま呼吸の動作に入っていくという状態になります。では早速呼吸のためのドリル練習の基礎的なところからやっていこうと思います。サイドキックですね。顔を出したままのサイドキックです。先ほど陸で練習していただいたポーズをしっかりと作りながら、この斜め向きの状態でバランスをしっかりと取れるようになりましょう、というのが安定して息を吸えるようになるためのとっても重要なポイントです。呼吸をしようとする際に、水の中で体が斜めになった時に、まあ、不安を感じてしまったり恐怖を感じてしまったりする場合は、まだまだ楽に呼吸をできるという状態からは程遠いので、まずはこちらのドリル練習をしっかりとできるように練習していきましょう。続いて、あまり良くないドリル練習のイメージですね。先ほども説明しましたが、成人は腕を上げると必ず頭との間に隙間が生まれますので、この隙間を無理に埋めようとすると、まあ、体が反ってしまって曲がる要因を作ってしまいます。今映像で見ていただいても分かる通り、まあ、少しずつ少しずつ背中側の方に向かって曲がっていってますよね。続いてのダメな例はこちらです。うちのスクールのローリングの定義をしっかりと守れていないケースですね。腰がほとんど回っていないで、腰から上だけで体を一生懸命回そうとすると、まあ、見るからにこういった感じでちょっと窮屈な感じになってしまいます。また水の中で自由にまだ体を動かせないという方もこのケースに陥りやすいです。いかがでしたでしょうか。
いきなり腕を回して息を吸う練習をしたりとかするよりは、こういう基礎練習をしっかりとできるようにしてから呼吸の練習に入っていただいた方が、よりスムーズに呼吸に取り組んでいけるようになると思います。今回のエピソード気に入っていただけましたら励みになりますので、高評価ボタンとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。